はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の歯医者の報告なんですけどもね、非常にひどい状態でした。もうあの奥歯と親知らずがね、まあその奥歯と親知らずに詰めてた詰め物があったんですけどもね、まあその今まで詰めてた期間がある分だけね、まあ、その長い期間だけその虫歯がね蓄積されてしまった結果、もうその中でねすごいその虫歯がガーってこう進行してしまっていて、もうその奥歯の方なんですけども、奥歯の根元付近までねこうぐーっとこう深く溶けていました。まあ、今回このようなことが分かったのもですね、その前々回の歯医者に行った日の夜に、その奥歯と親知らずのね、ちょうどこう触れていたその両側のところ、ここのところがねこうしっかり塞がるように詰めてた詰め物が取れてしまって、まあその3週間もの間痛くて我慢したのを、まあね、前回の通院で、まあ、応急処置でしたけど、めちゃくちゃ頑丈なねこの蓋っていうのをねすごいやつに修復してもらったんですよ。ほんでそのね、今回はその穴を応急処置ではなくて本気の処置っていうのをねしてもらうことをねこう僕は希望してたんですよ。まあ一応希望には応えてもらう感じでね処置は進んでいったんですけどもね、まあ、その処置を進めていくためにはその頑丈な仮蓋をドリルでガーッとこう削らなければいけませんので、まずは麻酔をしなければなりませんでした。でその時の麻酔がね、まあ5発ぐらい打たれた感覚があったんですけどもね、前回は3発だったんですけど、今回5発の感覚があったんですよ。でその1発目だけがこうチクッっていうね痛さがあって、その後の4発はまあいけましたね。まあ、それもね、今回の担当の先生はまた別の先生だったんですけど、いつもより別の先生だったんですけどね、まあその普通のまあベテランの男の先生だったんですよ。その先生っていうのがまあ話し方が丁寧で、まあどこか余裕が感じられるこの雰囲気がありまして、まあ、過去のレントゲンをねこう一緒に見ながらね僕の状況を話してくれてからね、今回やることとかその方法とかっていう手順をね、まあ、その事細かく説明してくれました。まあ、それだけでもね、なんかすごく安心して、もう身を預ける決心がつきました。そしてね、なんか麻酔の針を刺す時もですね、この歯茎を指で優しく撫でてくれてから、口を開けすぎなくてもいいですよってね、こうリラックスさせてくれるっていうのもあって、こう、でもそれでもずっとこうやってグニュグニュグニュってね、なんていうんですか、指でマッサージしてくれてるんですよ。ほんでまあ今までの麻酔の瞬間よりもね痛くなかったんですわ。ほんで麻酔が効くまでの3分間ぐらいね放置されてからね、ドリルで結構もうゴリ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 削られるんですけども、まあ、手つきっていうのがですね、その先生のイメージとは違ってですね、意外とスピード感がありまして、こう器具を口に入れるスピードもね、この口のこの唇からこう中にかけてこう歯茎にスライディングで滑り込んでくるように滑らかに入ってくるんですけど、まあ患部の手前でしっかりとねブレーキがかかる入り方でしたね。まあその滑り込みっていうのがね、そのまあ後々響いてきて痛かったんですけども、まあでもそのままの、状態でドリルでね蓋をガリ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 とね開けられていきました。ほんでその中がね、歯の中がね、あのね、蓋を開けてみたらという言葉はね、まあ今日のこの日のためにできたんじゃないかなと思うぐらいにね、もう虫歯の進行がねひどすぎたんですよね。そのままの流れで虫歯もねある程度しばらく削られてたんですけども、まあ、あるところでね先生が手を止めてね手鏡をね僕に渡してきたんですよ。でこの手鏡をねこう上にあーって口上げながら見ながらね説明を受けてたんですけども、あの虫歯がひどすぎてこれ以上治療を進めることは親知らずに関しては抜くのが効果的なんですけども、ヤスーさんは病気の関係で抜けません。なので親知らずに関しては表面を削れる限り削っていく方がいいですと。ほんで奥歯に関しては親知らずにねこう押されていた奥歯の部分とここの部分とそこから根元深くにかけて虫歯がすごい進行しているので、そこをガーッと削っていったんですが、これ以上進むには神経をこう全て抜いて抜いて抜きまくって
この穴を埋めてかぶせていくというものすごく回数がかかる工程になりますと。そして日にちもかかりますし、体にも負担があります。なので今回は虫歯の部分は全て削って、一部は神経を抜いたので、このまま頑丈な蓋をして、他の歯の小さな虫歯っていうのの治療を進めていった方がいいんかなというふうに感じて、それがおすすめなんですけど、どうなさいますかってね。まあ、ちゃんと編集でね、ちゃんとした文章を入れてますけども、すごく分かりやすくね、丁寧に説明をしてくれたんですよ。そこまで話してくれたらもうそうでしょう。なのでもうそうすることにしてね、昨日はね削って頑丈な蓋をして終わりました。もうね、手を施すにはね時間がかかりすぎる状態になってきたんですわ。一回ね、やっぱこの下の歯でね、この左奥歯でね、その時間がかかるのをねすごい経験してますし、もうまた同じことをやってね、他の歯虫歯がねどんどん大きくなっていくとね、その期間だけ痛い思いをせなあかんのですよ。それは嫌なんでね。でもまあとりあえずですね、今回も一応は希望通りに行きましたし、何よりもね虫歯が進行していたから詰め物が緩くなって取れたという予想がやっぱりね当たっていたということなんですよ。もうこのね虫歯の進行というのは病気の関係なので仕方ないんですけどもね、骨髄移植からのね副作用を抑えるための免疫抑制剤でのね副作用でね虫歯になるという流れなんですけどもね。でも最近その免疫抑制剤が減って骨髄移植の副作用がまた少しパワーアップしてね、結局副作用は横ばいといったことになってますけど、でもまあ今回ね奥歯の痛みっていうのは消えたので、しばらくはね落ち着くと思います。まあまだまだ歯医者というのはね続きますけどもね、またその都度ねご報告させていただきます。そんな感じでね、奥歯と親知らずの状態がひどすぎて、結局後回しにせなあかんかったというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。